バートゥーは高級携帯電話ブランドである。時計業界でのロレックスや IWC、パテックフィリップ等以上の存在感を持つ携帯電話とのコンセプトのもとに2002年に富裕層向けの高級携帯電話ブランドとして展開を開始し、現在ヨーロッパやアジア、中東、アメリカ等の諸国で展開している。職人の手作りによる本革や ダイヤモンドなどの宝石、プラチナ、金などを散りばめたデザインの本物思考を追求した数十万円から数百万円の価格で販売される電話機と質の高いコンシェルジュサービスの提供をしている。バートゥーの携帯電話端末には必ずコンシェルジュボタンがあり、利用者はボタンを押すだけでユーザー専用のコンシェルジュに電話をかけ、様々なサービスや情報を受けることができる。 2012年6月14日、スウェーデンに拠点を持つ投資ファンドインクとシックスに株式の90%を売却することで合意した。しかし、その後も経営母体は変わり続け、2017年7月、経営破綻したことが明らかになった。バートゥーショップ銀座店2007年6月28日、携帯販売代理店事業を行うベルパークが、 ノキアジャパンとの間でバートゥーの日本国内における販売代理店契約を締結し、2008年中に日本国内で展開を開始すると発表した。2008年11月22日、ノキアが NTT ドコモから回線を借りる MVNO 方式でバートゥーのサービスを展開することが報道された。日本で携帯端末メーカーが独自の通信サービスをするのは初である。 2009年2月19日、銀座にて、期間店をオープンし、2009年9月1日には、日本橋三越本店内に2号店をオープンさせている。また2010年6月1日には、渋谷西部百貨店に3号店をオープンさせた。そこでは、シグナチャー、アセント TI、アセント TI フェラーリ3種の販売を行っている。 端末価格は67万から600万になるが、ワンセグや i モードなどの日本向けの機能は搭載しない。その代わり、Web やメール、情報配信サービスが利用できる。電話帳お預かりサービスと同様なサービスを受けることもできる。予約者にはメンバー向けサービス、バーというクラブが開始予定の2009年9月に届くが、音声通信を先行利用する顧客は、 シムロックフリー端末を受け取り、9月以降、バー2クラブに加入することもできる。しかしながら、スマートフォンの普及などによるバー2事業のみならず、ノキア自体の経営環境の悪化により、ドコモとの回線契約が切れる2011年8月末をもってサービスを終了することとなった。結果、ノキアは日本での携帯端末事業から、 全面撤退することとなったが、シーメンスと合弁で行っている、ネットワーク危機器事業は日本でも続けるとしている。なお、日本からの撤退後、2013年からは、バートゥブランドのアンドロイドスマートフォンが開発、発売されている。バートゥクラブは、日本専用の開園サービスで52,500円、月で次のようなサービスを提供する。当初は2009年5月より、 提供開始であったが、同年9月1日よりサービスを開始となった。ウェルカムキャンペーン、バー2クラブウェルカムプランを2010年4月1日より提供する。これは、コンシェルジュサービスやメールアドレス、1ヶ月300分相当の国内通話及びパケット通信の無料分やデータバックアップサービスなどが1年間無料で利用が可能となるものである。 2011年3月31日までとなる。それ以降はベーシックプランなどが用意された。シグネチャー職人一人一人によって作られた携帯端末、それぞれ刻印が刻まれている。液晶部分にはサファイアクリスタルが使われており、ダイヤモンドでないと研磨できない高度を誇る。またダイヤルギーにはジュエル加工ベアリングを施した。 精密設計キースイッチを採用している。バー2のフラグシップモデルである。アセント TI やセント TI は高性能金属。フレーム部分はチタン、イヤピローにはスペースシャトルの船体に使われているのと同じ、ハイテクセラミックを採用した頑丈な作りとなっている。スポーツカーをイメージして作られている。ハンドセットのフレームにはハイパフォーマンスチタンを起用している。 主な機能は以下の通りとなる。使用表以外の機能としては以下のものがある。モデム接続機能、Bluetooth、アラーム機能、電卓、SMS、MMS、e メール、Web ブラウザ、PC とのデータ同期、バー・トゥ・ウェブ・バー・ r 2フォートレスによるデータバックアップサービストラベルアプリケーションなどがある。アセント t i フェラーリ・フェラーリとの限定コラボレーションモデルのアセント、 フェラーリの羽馬の紋章も入っている。限定版カーボンファイバー1500台限定の特別仕様版コンステレーション他と違い折りたたみができるタイプの端末である。また、サブ液晶にはタッチセンサーが搭載されている。サファイアクリスタルのキーボードを採用。現在地に応じてトラベルビジネス情報がダイジェストで入手できる世界都市情報が 新たに利用可能となり、国内ではナビタイムも対応する。またサブディスプレイはタッチ操作に対応する。ありがとうございます。